樋口雄沙氏は、日本の元文部、文科官僚、教育学者、文部科学省初等中等教育局担当審議官、政策評価審議官、スポーツ、青少年局長などを歴任した。2010年4月より、明城大学教育学部教授、2018年4月から2020年3月まで、同学部長。現在は、社会の持続的発展の基盤となる。 公教育の機能はどうあるべきか、また、学校の信頼性確保のために、学校経営はどうあるべきかなど、教育行政と学校経営のあり方について、関心を寄せる。専門は、教育行政学、教育政策、学校経営論、比較教育学。1976年東京大学、教育学部教育学科を卒業後、文部省入省。 2011年11月から2013年3月まで東京オリンピックパラリンピック招致委員会事務局長を務めたが五輪招致にあたりコンサルタント会社にコンサルタント料の支払いをめぐり裏金ではないかとの疑惑が生じている。裏金疑惑について日口は振込先のコンサルタント会社とは契約も結び正当なコンサルタント料として金を振り込んだと回答している。 樋口治おさむリップスファカルティディレクトリ政策作研究大学院、大学。政作研究大学院大学。2016年10月15日閲覧。樋口治おさむ自己紹介。病状大学。2016年10月15日閲覧。東京オリンピック招致裏がねぎ枠。ギズモスキート。2016年10月15日閲覧。五輪招致。 裏金疑惑責任転嫁で逃げ切り図る JOC の悪辣日刊現代デジタル2016年10月15日閲覧ありがとうございます